今日私たちに与えられた聖書の箇所は、マタイによる福音書17章1節から9節です。新約聖書の32ページ、新約聖書32ページ、マタイによる福音書17章1節から9節になります。はい、読します。6日の後、イエスはペテロ。 それにヤコブとその兄弟ヨハネだけを連れて高い山に登られたイエスの姿が彼らの目の前で変わり顔は太陽のように輝き句は光のように白くなった見るとモーセとエリアが現れイエスと語り合っていたペトロが口を挟んでイエスに言った主よ 私たちがここにいるのは素晴らしいことです。お望みでしたら私がここに仮小屋を3つ建てましょう。1つはあなたのために、1つはモーセのために、もう1つはエリアのためです。ペトロがこう話しているうちに光り輝く雲が彼らを覆った。するとこれは私の愛する子。 私の心にかなうもの、これに聞けという声が雲の中から聞こえた。弟子たちはこれを聞いてひれ伏し、非常に恐れた。イエスは近づき彼らに手を触れて言われた。来きなさい、恐れることはない。彼らが顔を上げてみると、イエスの他には誰もいなかった。 一同が山を降りるとき、イエスは人の子が死者の中から復活するまで今見たことを誰にも話してはならないと弟子たちに命じられた。魅力はあります。天におられる私たちの神と 主イエスキリストから、恵みと平安とがあなた方にあるように、アーメン。アーメン私は14年前、幼稚園教員になった時に初めてキリスト教に出会いました。その中では、能力ではなく存在を受け止めてもらえる喜びを感じました。そして、 牧師が少ない現実を見る中、私が受けた喜びを絶やしてはいけないと感じさせられ、牧師を目指すことになりました。今年度4月からは、新学校に入学することが許され、現在、牧師になるための学びを進めています。学びの中では、聖書に対しての知識はもちろん、私の意思や気持ちではない、 神様から与えられる証明を確かなものにしていくことを目標に学びを進めてきました。ですが、牧師になるために必要な証明感を、新学校に入った今でも探しています。神に仕え、隣人に仕えていく牧師になるため、今日は皆さんの前で自分の信仰経歴、そして今私が感じている証明感をまとめ、 明かししていきたいと思っています。キリスト教との出会いは今から14年前、札幌ルーテル幼稚園の教員になった時でした。札幌ルーテル幼稚園の教員になれたのは私に能力があったからではありません。年度末、幼稚園に予定外の退職者が出たということで何度も面接に落ち続け、就職が決まっていなかった私が 面接を受けることができました。また、キリスト教保育が魅力的だったからルーテル幼稚園を選んだわけではありません。ピアノができる男子が欲しいと、幼稚園の要望に学校側が私を推薦してくれ、面接をすることができました。幼稚園の面接では、毎週礼拝に参加してくださいと言われたことを今でも覚えています。私は、 保育者になりたかったため、礼拝が何なのかもわからない中、必ず参加しますと、そのようなことを伝えたことを今でも覚えています。就職してから数年後、私が受かった理由を聞く機会がありました。先行の決め手となったのは、一番成績,成績が悪かったからということでした。周りが就職を決めていく中、 残っていた私を採用してくれたことで、保育者としての歩みが進められ、そして私とキリスト教徒の出会いが起こりました。人を笑わせることや楽しませることが好きだった私は、就職する前、子供たちのこともたくさん楽しませてあげられる。男は自分一人だけで自分にしかできないことがたくさんあると、幼稚園の中で活躍できると思っていました。ですが、 保育という仕事は自分の思いつきだけで進めることはできません。また、楽しませると、楽しませるという上からの関わりではなく、共に成長していくことの大切さが理解できない自分の家臣はすぐに打ち砕かれました。就職してからの一年目は何をやってもうまくいかず、たくさんの失敗の中からできない自分を感じることができました。 そのような一年目を過ごしましたが、二年目になり、幼稚園年少組の担任を任され、また、公開保育という他の園の教諭たちが園に集まり、その園の保育の研究をする事例と発題も任されました。緊張していたのはもちろんですが、こんな私でも認めてくれている。そう感じるだけで力が出てきたことを覚えています。一年目。 できないといけないと感じていた世界から、生かされている喜びを感じたことは、感じたのはこの頃からでした。幼稚園の先生が神様を通して私の存在を認めてくれたように、こんな保育がしたいと思いながら子供たちと関わっていきました。キリスト教に出会うまでの先生のイメージは、良い行いをすることが大切だと、 そのように伝えることが先生というイメージでした。ですが、札幌中央ルーテル協会の全牧師、久米豊牧師は、そのようなイメージを覆す関わり、説教をしてくれました。久米先生は説教の中で、人を嫌いになることもある。嫌いになるどころか無視をし、目殺し、相手の存在を消すこともある。というように、自分の内面を隠すのではなく、向き合い、 そんな自分も神様に許され生かされているということを聖書の話を通して語ってくれました。子供たちの前では正しい人にならなくてはいけない。そう思っていた自分には衝撃的だったのと同時にありのままの自分を受け止ってもらえる喜びを感じていきました。そして日々の生活の中、人と関わり自分の内面と向き合う中でキリスト教の愛の中に行きたい。 と思わされ、洗礼を受けることになりました。洗礼を受けたからといって、悩みが解消されるわけではありません。日々の生活の中で相手に苛立ちを覚えたり、自分のことを第一に考え、周りの人のことも考えられない、変われない自分がいました。そんな中でしたが、ク名牧師をはじめ、牧師という道もある、と、献身の道を進められることが増えてきました。 不明牧師の働きを幼稚園の教諭としての立場から見ていた私は、仕事量はもちろん、何より人間性が問われる牧師という職業に自分などできないと感じていました。ですが、できないとわかっているのに、心の中にずっと引っかかりを感じていました。不明先生は昔私にこう話してくれたことがありました。 僕の最後の仕事は、高弘を牧師にすることだ。久米先生は、この言葉を言ったということを忘れているかもしれません。ですが、私にとってこの言葉は、忘れることのできない言葉として、ずっと心の中にありました。決断したのは、それから何年も経った幼稚園の研修の帰り道。主任の先生と幼稚園に帰っている社内、他教会の牧師の話を聞いて、 不井先生が言っていたことを考えていた時でした。研修で話してくれていた牧師にも経験や多大な学びがあるのに、不明先生の話を比べた時にその話が霞んでしまう。自分自身何が正しいのかわからなくなった時でした。私はいつまでもこのまま幼稚園に行って、時に悩みはするが、悩み切らず神様と真正面からぶつからず、脳々と生きていくのか。 生きる意味も分からず、答えをごまかしながら生きていくのか久米先生がいなくなった時、自分は何を軸に物をことを考えるのか久米先生を見るのではなく、久米先生の見ているキリスト教を勉強したい。そう考えた時に、牧師の勉強をしたいと話していました。今年度から皆様のお祈りに支えられ、 新学校に入学することが許されました。新学校の学びはとても大変です。学部の時とは学びの質が変わったことを感じさせられています。学びの中では難しい新学書を読まされます。正直何を書いているかわからなくなることもあります。何度も何度も読んでも答えが見つからない。そのような時私は こんな私が牧師になれるのかと不安になることもあります。そのように目の前の苦しい現実に支配され暗闇だと感じるとき、私が思い浮かべる聖書の箇所、そして励ましの言葉を思い出せる箇所が今日お読みしていただいた主の変容の物語の中にあります。私は2021年度から 新学生候補として学部2年間を過ごしてきました。そんな中、今年の2月、実習協会で初めて説教を任されたのが、今日、お読みしていただいた種の変容の箇所でした。説教を語るということ、それは簡単なことではありませんでした。説教を作るにあたり、何度も聖書を読みました。何冊も 中介書と呼ばれる解説書も読みました。説教を何度も書き直し、指導牧師に見せました。ですが指導牧師は首を縦に振ってはくれませんでした。あなたにとって主の変容は何なのなぜ神様は弟子たちに変容を見せたのそんなことを聞かれたって、私は人の顔が光り、 区が真っ白に輝くような体験をしたことはありません。説教をすることになっている3日前のことでした。何も伝えることが決まっていない。聖書が何を言っているのか聞き取れない。私は牧師になる器ではないのかもしれない。神様の意図なんか、私の読解力では見つかりっこない。なぜ東京に来てしまったのか。 あのまま幼稚園の先生をやっていた方が良かったのではないか。私は暗闇の中にいました。指導牧師は言いました。一回学んだことをすべて忘れて神様に聞きなさい。お祈りしなさい。焦り、不安、暗闇だと思う中、なぜ受難告知を聞いたペトロに種の変容が現れたのか。イエス様は死んでしまい。 私たちは救われないのかもしれないと、現実の苦しみに支配されていたペトロに、変容を通して神様は何を伝え,たかた伝,えか伝えたかったのか、私に教えてください。歩きながら黙想をしました。すると、黙想の途中、道端で以前なくしていたイヤホンの充電ケースを見つけました。 あれだけ必死に探しても見つからなかった小さいイヤホンケースを、無理だ、見つからない、僕の見える現実の力では見つかりっこない、そう思っていた小さいイヤホンケースを道端で見つけることができました。その時私は本当に探していたもの、苦しみの中にいたペトロに種の変容が現れた意味、そのことを感じました。神様はペトロに、 あなたが見ることは辛い現実だけではない。暗闇で終わってしまう。救われないんだと思う。その現実の先には、神様が定めてくれている喜び、現実では考えられない復活があるということ。そして、そのことを伝えるために、弟子たちにイエス様の変容の奇跡を起こさせたんだと、私はこの出来事を通して感じました。 目の前の現実と向き合うとき、私は不安な気持ちに支配されることがあります。ですが、私を動かすのは自分の力、目の前に見える現実だけではない。神様が私を導いてくれる。そしてこの苦しみの先には、神様の決断で起こる復活の福音がある。そのことに信頼し、力強く歩んでいきたいと、そう感じています。 今日の箇所の後半、17章9節では、イエス様は、人の子が死者の中から復活するまで、今見たことを誰にも話してはならないと言われています。私たちは今日、この変容の出来事を聞いています。それは、弟子たちがイエス様の復活の後、人々に変容の出来事を知らせたからです。私たちは復活を見ていません。 なぜ復活が起きるのか、現実を見るとそんなことはあり得るのかとすぐに考えてしまいます。神様は私に牧師になれる証明書を出してくれるわけではありません。私には常に信じる道が示されているのだと感じています。14年前、幼稚園に就職し、キリスト教との出会い、導きが私に与えられました。 そして、能力ではない、生かされている喜びを私は感じました。今、私はこの喜びを牧師として伝えていくために学びを進めています。学びの中では様々な葛藤、悩みが起こることと思います。新学校では神様から与えられていることと真摯に向き合いながら、導いてくれている神様に信頼を置き、学びを進めていきたいと思っています。 長くなりましたが最後にお祈りをして私の証しを終わりたいと思います。人知では到底計り知ることのできない神の平安があなた方の心と思いとキリストイエスにあって守るように。アーメ,ンアーメンそれじゃ主の皆んを褒めでたたえましょう。